罰ゲームがあるから。あ、待って、どこ？あ、どこ？サラマイコン。はい、では今から7回目の授業を始めます。7回目のイスラム神学の授業を始めます。ビスミラーヒマラヒン。ジェアマルクジルカキアナーニアナウテアンハンドリンダイラピアラミー。我々の主アンナニコと全ての称賛がありますように。وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا رسول محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك كل زين سيكون شفته هي ما علم سيوني. اللهم علمنا ما ينفعنا. الله ذوق هذا الشيء يقدر منو وشيء كذا سي. وانفعنا بما علمتنا إما هذا وشيء كذا تمنو يقدر تسيت كذا سي. وزدنا علما وعملا تقبلا يا رحمة الراحمين. ذوق هذا الشيء نشكي وتكمل. أنا تمكير عليه شو كنا يوم ما誰ですか、ガムを噛んでる人は。私噛んでます。あ、噛んでない。出てきてください。あ、そう、噛んでって。はい、今日はイスラムの信仰の柱でいうと、いよいよ最後から2つ目の5つ目です。5つ目。それから5階建てのイスラム信仰という建物で例えるならば、5階建ての最上階の前ってことは4階ですね、についてのお話。トピックは何かというと、最後の日です。最後の日って何？最後の日っていうとみんながイメージするのは何ですか？審判の日。そうだね。他には？さよなら。うん、この世からさよなら。判断のところですね。うん、帰る日だね。ん？はい、今日もまた3つのトピックにわたってお話ししたいと思います。1つは最後の日をはじめとする名前を通して、その日がどんな日なのかをみんなで知りましょうというのが一つ。もう一つは、最後の日が来る前には予兆を、いわばサイン。サイン、サイン。サインが。サインってわかる？印。なんか英語で言うとオーメンっていうらしいんだけど。英語？うん。ホラー映画にオーメンとかいう映画もあったね。最後の日が来る前には、もうすぐ最後の日が来るぞと、最後の日が近いぞっていう印が来るっていうお話です。それは一体どんなものなのかということを見ていこう。3つ目は、この最後の日を信じることで、最後の日を信じることでどうするの？受けるの？受けないの？ムーサ受けると。お話聞くってよ。最後の日を信じることでどんなメリットがあるのか、教訓ね。じゃあ最後の日のことをアラビア語で何て言うか知ってる人？これ見ないで、見たら多分かぶられるよ。ヤムヤムヤムのクヤマ。そうだね、それも最後の日の名前の一つです。それを日本語で訳すなら審判の日ってなるかと思います。だから最後の日っていうと、アラビア語ではアリヤウムアルアーヒルっていうふうに言います。続いて発音してみてください。アリヤウムアリヤウムアルアーヒルアルアーヒル。そうね。で、これにはなんと24もの別名があります。もちろんアリヤウムアーヒル入れて24、ね、他に23番そうダーッと羅列してあります。で、この列挙の順番っていうのは数が多い順です。何の数が多い順？コラーの中に出てくる数の多い順にこの24個全部で並べてあります。24個。そう、例えばから一番多いのはアルアーヒラ。アルアーヒラね、アーヒラ。アーヒラのじゃあ反対語を聞いてみよう。アーヒラっていうのはあの世です。あの世。あの世の反対はこの世。アラビア語でなんていう？
あの世、うん、アーヒラの反対語は何？あの世。日本語だとあの世とこの世だね、うん、アーヒラとアドゥンヤです。アドゥンヤ、うん、知ってるでしょ、みんな聞いたことあるでしょ。あ、そう、うん、アドゥンヤ、そう、ヤって聞いたことある。うん、ドゥンヤとここに書いてない。ここには書いてないけど、だって反対語だもん、うん、それからヤウムルキヤーマ、ザラマイコーマ、うん、あった。審判の日ね。ピアマっていうのは立つことを言います。そう、だからどうして審判の日かっていうと、アンナの前でみんな立たされる日だからだね。なんかさ、審判の日になったらめっちゃおじさん、それからヤウムディーン、みんなファティハ書を覚えてるでしょ。覚えてない人いる？ファティハ書、ファティハ書、第一章、これあるの。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين でしょ、言ってるでしょ。このヤウミディーンって出てくるじゃん。これもこれも最後の日の別名なわけ。ヤウミディーンっていうのは裁きの日ってこと。うん、裁き。それからヤウムのヒサブ、ヒサブ生産の日だったり、ヤウムルジャマ、集合の日。もうアーダム様から最後の人間に至るまで、みんながみんな、どんなにこの体は骨は朽ち果てて土に帰っていようとも、蘇らせられてアーダムの前に立たされて、その裁きを受ける日だからだね。集められて集合の日だ。それからヤウムルハスラ、悔しさの日。ああ、もっと生きてる時に頑張ればよかったのに と悔しい思いをみんながする日だから。ヤウムルクルーッ、その日以降どうなるわけ。その日以降の世界っていうのは終わりが来るかな。その最後の日がやってくることで、この世界は終わりますね。でもそれ、その最後の日の後はどうなるの。終わりがある？ない、ずっと続くんだよ。だからヤウムクルーッ、永遠の日と言われたりもします、ね、ヤウムルワイッ、約束の日、必ず来るよ、約束というように、たくさん約束破っちゃダメねと、たくさんの名前があって、こうした名前から僕たちはこの最後の日っていうのがどんなものかイメージがつくね、イメージ湧くね。例えばアッサーカ、うん、あ、そう、みんなアバサワタワルダーの章覚えてるでしょ、はい、眉を潜める章、第80章だったかな、最後出てくるね。アウズビラヒミナシャイファニッドジンファイダジャアティソーハヤウマヤフィルルマルミンアヒーワウンミヒワアビーンوصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. どんな日だって？サーハっていうのは、わあ！びっくりした。大音声だって。なんで今？ごめん、びっくりした。だからみんなにそう感じてもらいたくて。大音声、耳が潰れるほどの大きな音が、そう、鼓膜が破れるほどの大きな音が鳴る日。それが鳴ったら最後の日が始まったってこと。で、その日はヤウマヤフィルルマルミンアヒ、ごめんね、近かったから。いや、こうやってさ、めっちゃでかい声でさ、こうやって耳人が自分の兄弟から逃げる日。兄弟だけじゃないよ、ウンビヒワビ、お母さんとお父さんから逃げる日。わさヒバティヒワバニ、それだけじゃなくて、結婚してる人は旦那さん、または奥さんから、そして自分の子供たちからも逃げる日。どうして？どうして？審判。ヤウマイディンシャヌイ、イクリムリンシャヌイ、横に。なんでかというと、その日はみんな自分のことで精一杯だから。もう他の人構ってる余裕なんかないってこと。だって自分が生きてる間、もうちっちゃいことから大きなことまで全部アンナにお見通しだから、それは裁かれるの。で、その裁き次第で、どうなの、あと永遠の世界はさ、どっちかで分かれるよね。どんな世界と、どんな世界、
天国か。そうだ、天国か地獄だよ。天国に行ければいいけど、地獄に行くことになったらザックも行けば大変じゃん。ザックも行けば。そうだから、他にもみんな最初にまずファーティハ書を覚えた後はみんなジュズアンマ第30部を覚えてるよね、覚えようとしてるよね。でそれはとっても実はいいことで、あのコロアンが預言者ムハンマド様をはじめそのバーハリワサラン、その直弟子のサハーバたちにもたちに下された時もサバナリアバハン、たくさんのものがその最後ね30部の下にある章っていうのが順番に下されていったの。短いやつが最初の方に下されていった。長い章っていうのは後の方になってからね。でその短いコロアンの章の特徴って何だろうかっていうと、この審判の日、最後の日についてのことがすごくリアリティを持って、あくまでも何ですか、あたかも映像を見るかのように描かれていることなのね。